月3日土曜日です。今日は滋賀県の近江八幡というところに来ています。ここのギャラリーでというか美術館で、カメラマンの辻さんとそれからタバイモのトークがあるということで来ました。ビデオサロンの編集長の市柳さんも来る予定です。駅からはですねバスで行けるんですけども、次のバスまで30分以上あったのでちょっと今歩いて行ってます。天秤ロード